おはようございます。お疲れ様です。9月26日朝4時43分の相場解説になります。えー、今回の動画は FX オリガルヒの皆様と速可塾限定の方でね、えー、共有していただきたい動画になります。えっ、ー、と、そうですね、えー、とまだ当然相場の方動いてないドル円なんですけども、 うん先週はね材料があれだけありましたんでもうねテクニカルとしては全然見れないような形になってますがそれでも果敢にね今の時間からテクニカルでこの値動きを解釈していくそのためにやっぱり基本に忠実突き足から見ていって最終的に1時間軸っていうところまで行ってみようかと思いますよろしくお願いしますテクニカル的にどんどん解釈していきますんでねファンダメンタルは今回はちょっと横に置いときますね えー、突き足なんですけどもご覧のように垂直に近い形でねこっからグググッと角度をつけて上昇してきましたで押し目を2回つけてさらに上昇してきてここに来て動きが止まってるなと解釈するのがテクニカルですねあちょっと上髭出してるよねって感じですよねじゃあこの上髭が横ばいに向かうのか反発の兆候は出てませんのでまあ悪くて横ばい良くて髭を打ち消すように、まあ、上昇が見れるかなっていうところですよね いずれにしても、ここからセルの選択はないです。143円349の価格ですんで、145円まで伸びることを考えながら見ていかなくてはなりません。それがこの突き足の見方ですよ。で、ここからセルって考えられないですからね。もうその要素がどこにもないんで、はい、行きましょう。で、次は週足になりますけども、週足はどうでしょうか。週足になると、あの、押し目がね、はっきりと2つ見えることが言えます。ここと、 ここ、サンバガラスから押し目下髭から押し目で、さらに上昇していて、上昇の勢いがちょっと消えてるよねってことこなんですよね、ここでね、上髭で。だからといって、下髭も出ているところで、えー、周足がこれ終わってますから、釣り合っている。だから、基本的には上に行くんだけども、髭の様子を見ていると横ばいもあり得るかなって見るのが、今回の周足の解釈です。突き足と同じですね。次は出入りを見ていきます。出入りを見るときに、 やっぱりねと。横ばいだよねっていう風に見れると思うんですよ。上昇角をつけていって、このように押し目をつけて上に上がっていったものが、ここに来て横ばいになってるってことですよね。ですんで、今週1週間は、横ばいをどのように脱出するかってことが一つのポイントになります。そして横ばいを脱出した瞬間に、エントリーポイントを設定しておけば、そこで最高のね、倍のスタンスが取れるんじゃないかな、玉をぶち込めるんじゃないかなっていうのが、この日足しの見方です。 よろしいですかテクニカルだけで見てますからね。<laughs> はい、次は4時間です。4時間になっていますと、まあテクニカルでは解釈できないような <laughs>、値幅ここに突き刺さるわけですけども、それでも解釈するに、こういう風なレンジが引けます。ね。こことここはちょっとはみ出しちゃったなっていう風なテクニカルでは解釈になりますんで、まあほぼ無視になりますよね。そうなると、レンジオプション。上の方にある時は、下の方に向かい、 下のところにあるときは、倍で入りってことを繰り返して、ここまで来てるのかなってところが伺えます。ここもそうですしね、ここもそうです。まあブレイクした、それを引き戻されてますけどね。で、こっからこういう風に来てるときに、すぐにエントリーはできないんだけども、このね、要するにレンジの真ん中にいるときって、上下どっちともエントリーする可能性があるわけですよ。で、それはちょっと難しいんで今回はしませんけども、この二つの状態と過程を設定して、 えー、これからの値動きを見ていこうかなっていうふうに絞れていきます。で、最終的に1時間を見るんですけども、1時間はどのように見えるでしょうかこれですね。テクニカルでは解釈不能な、こういう動きがありまして、おや、なんか起きたなっていうふうに感じることができます。そこから、半値戻し、前年戻しっていう解釈に、ここまで見るとなってきまして、それが半値戻しを今ね、達成してるわけですよ。ですんで、ここからテクニカル的に考えるのは、 前値戻しがあるんではなかろうか、もしくはもう一つの選択肢として、ここでレンジを作るんじゃなかろうかっていうふうに考えること。それを絞り込んでいくのが9月26日月曜日の1時間軸の見方になってきます。で、それを踏まえて火曜日からのエントリーに活かしていくってことになりますんで、いつものように月曜日はね、えー、しっかりと様子を見て、 今立てた二つの仮説のうちどっちが来るかなってことは少なくとも見極めていきたいと思います。本日は以上です。それでは追加放送はオリガルヒの皆様だけにしますんで、総合塾限定でご覧になっている方は、えー、以上の材料にまた明日お会いしましょう。